ホストチーム横浜キャノンイーグルスがここ日発三沢球技場にリコーブラックラムズ東京を迎えるジャパンラグビーリーグワン第7節です。まあ、このバカラヒトハラシリ6番と8番も目黒学院の同級生ですね。そうですか、さあここでモールを組みました。バックすぐバックして離していきます。後ろを通してもう一つフラットいいところステップで外もう一つハンドオフクリエル南アフリカ代表から南アフリカ出身の SP マレーそして最後は猪木ブルワに渡ってトライです。今シーズン加入しました流通経済大出身の猪木ブルワのトライ。うわー3人がかり襲いかかってきた。しかしつなぎますパフデクラーク、また猪木ブルワとバカヤリア跳ね飛ばした。目の前がルーカスこれも外す左いいところ顔出しましたファンダイク。ここもタックル受けながら前に進んだ。さあデクラークどうする、後ろ通す小倉から長いフラットなパスクリエル我慢してここで離した。大外にいます。さあ高山ディフェンスいるところ突進しました。近いところ細かいパスをつないでくる前に弾きかけましたがキープ。ナンバー8原首里外でした。そのまま行った飛び込みましたトライです。 SP バレーさあ難しい角度になります。どうか、うお素晴らしいキックです。コンバージョンキックの2点をさらに追加14対0。これがしっかりこのプロップサポートできてるかっていうことはね。そのまま後ろの押しが大切なんですね。すごい大事なんですよね。あここらえましたね。ボール出てきたブラックラムズ。さあアイザック・ルーカスから後ろにいいところ顔出しました。バカヤリやつながったパークス、そしてメインタイラー我慢して取らなかったフルバックのマガン、そしてもう一つメインタイラー取ってきた。さあここでビジターチームブラックラムズ東京もトライ取ってきました。鮮やかなアタックでした。そしてマガーン今季は28分の19です。 68% のキック成功率決まりました。これ難しい風の中のキック、これで7点となります。よしまだね、すぐボール出してきた。ここもパークス高橋博多場、おおそのまま押し込んでいきます、うん、さあトライラインに迫ってきた。トライラインまであと5メートル。どっちに離すか、使える。ちょっとボール出し時間かかっています。手前にはポヒバヤマト、アドバンテージ出ました。その下だ、ごめん。イーグルスの反則があって、さあ裏へ短いキックバウンドによって面白い拾って、大丈夫かな、ボールはまだ生きているか。タイム今メイン平が交錯しました相手と。タイムこのショートパントを全然、ああノックオンですか。ノックオンはこちらから確認できてますので、ノックオンで、最初のノットロールアウェイのペナルティにノアドバンテージで戻します。さあマガーンのペナルティーゴール決まって3点追加10点とします。これで4点差に迫ります。ブラックラムズ東京、この人はまっすぐ話しプレイオンプレイ。3番の塚山蓮斗、新井、おっと相手選手に当たりました。内側切れ込んでくる SP マレー、アドバンテージ見ています。高い危険なタックルがありました。アドバンテージを見ています。うん、しっかり決めました。17点とします。17対10、再びリードが7点と変わります。さあここ深い位置に小倉が立っています。全身を使ったキック、村上さん、今ボールを持っているアイザック・ルーカスが注目ですよね。そうですね、アドバンテージ、すごくランニングスキルの高い選手なので。ハドレー・パークス、注目選手に挙げてもらったパークスのキック、インフロントのキック、オフサイド、オフサイド、キックのオフサイド、違う違う、ここここ、ここで、まあ、もうこれが入れば、まさに3点を追加しました。13点とします。さあまたハイパントキック、長身の選手が追っていきます。 SP マレイ、ボールはブラックラムズに入りましたが前にいた選手でしたね。オフサイド、オフサイドの位置の選手がキャッチしてしまいました。思わず、そろそろ時間です。
さあ後半最初の得点はホストチームの横浜イーグルス、リードを広げます。20対13としました。2度のペナルティでまたピンチ、逆にチャンスがイーグルス、自分たちのチャンスでまた今度取り切れるかどうか、ホストチームの横浜イーグルスです。一度止まりました。二度止まるとボールをリサイクル、生かさなくてはいけません。新井も入ります。動いた。さあトライライン越えて、あとは抑えるだけか。島田がボール持っているようです。トライだ。相手のペナルティ2つでしっかりとトライにつなげてきました。島田が抑えたようです。島田直人。さあボールキープしました横浜キャノンイーグルス。18番ポケットに手が入ります。うわ、ここも連続してペナルティ。まさにこう規律を守りたいところだったんですが、ブラック18、柴田が一発で審敏、ダメ、10分間の退場ということになります。その前に入ってる。スクラム組める選手が入りました。ボール拾った。しかしヒューズが止める。マッガン、マッガン、ボール出てくる。いやー、ライソロママックマーンが止めました。アドバンテージを見ています。レフリー木村レフリーが赤いジャージイーグルスにアドバンテージ見ています。さあクリエルどうするか。13番フラットのパスで後を飛び込むだけ。19番ミチェル・ブラウンのトライです。今季新加入のブラウン初トライです。今21点差、3トライ3ゴール差です。あー、また弾いてしまったチャンスで。さあイーグルスがボールキープ。マイキック、なるほど、誰もいないところ胸に入りました。手前にも2人サポートしついていますが、蹴れ蹴れの指示通り蹴りました。さあバウンドはどちらに味方する。赤いジャージが2人、バカヤニアが外した。ここからでもいける選手。いける。さあいけいけ、右についているが、それを置き去り、味方も置き去りか、走り切るか、ブーラーが捕まえた。1点誘った、追いつきました。いやいや、今日は沸きましたね会場が。ユーズイット、キャプテン後ろ通す。田村のフラットなパス。さあ SP マレー、我慢して我慢して、猪木ブルーは、さあ決定的なトライとなりました。猪木ブルーは今日3本目のトライですか。いわゆるグランディング前にもうボールが前にロスト、プレスができていないというふうに見ています。わかりました。じゃあトライキャンセルで、そうですね、これトライキャンセルになりますね。行きたいと思いますが、どうですか。はい、トライキャンセルでスクラム再開でお願いします。今日ブルーは2本トライキャンセルですかね。スクラム、南後ろ下がれと南指示をします。ヒューズ、うわファカタバ、うわタックルでノックオン誘いました。そのまま蹴り出すキャプテン。ここでノーサイドのホイッスルです。日本最高峰の戦い、ジャパンラグビーリーグワン 2022-23 シーズン中盤に入る第7節です。福崎ダービー、ジムキダービー、横浜キャノンイーグルスがリコーブラックラムズ東京を下しました。あ、ナキの文字ありましたね、今右の腕のところ。あまなくレレイマフィー選手が、まあ、怪我でかなり大きな怪我、右の手ですね、向かって左側のところ、そうですね、はい、